皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、私の7月のお気に入りコスメをご紹介していこうと思います。もう本当にあっという間に8月になりました。なんとですね、8月1日私のマナ娘ひーちゃんの誕生日です。おめでとう。はい、ということでですね、1歳になったんです。私もなのでママになってから1年が経ちました。もうすごい感慨深いな。本当にすごい日々どん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 ね、成長していくし、私の心がついていかない、まあ、そんな感じで全然関係ない話しちゃったんですけど、早速私の7月のお気に入りコスメをですねご紹介していこうと思います。気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。それでは早速ご紹介していきます。まずはじめに髪の毛のケアのアイテムをご紹介していきます。私はね、実はここら辺はねブリーチをしていて、結構ね明るくなりやすいんですけど、なんとムラシャンデビューしました。イエーイ、イエーイっていうかちょっとよくわかんないんですけど、今回私がご紹介するのはこちらです。じゃじゃん、 N ドットのカラーシャンプーパープルというもので、紫のシャンプーです。これをやってからね、本当に髪色が落ちにくくなりましたね。だいぶ私結構すぐね髪の毛を黄色くペーンってなっちゃうんですけど、今もう髪の毛染めて10日以上経つけど、全然髪の毛黄色っぽくなってないし、なんかこの辺とかもね、私普通に染めるだけでちょっと赤っぽく黄色っぽくなっちゃうんですけど、それもないし、すごく助けられてます。こんなにね違うんだねって思います。私はね紫シャンプーこれしか使ったことないんですけど、この紫シャンプーは本当泡立ちもすごくあるので、私はですねすごい好みのシャンプーです。まあ、髪の毛結構染めてる人はぜひ紫シャンプーしてみてください。それでは次です。ボディケアです。足の裏のケアです。足の裏、今サンダル履くからすごい見せるじゃないですか。それで結構硬かったりとか、ひび割れちゃったりとか、皮がむけたりとか、そういうのをなくしてくれるのがこちらです。私はアイハーブで購入したんですけれども、読めないのでここね、私英語読めませんので、このテロップの方に書いておくんですけど、いくらだったかな、そんな高いものではなくって、1000円台か、まあそれ以下だったような、そんな気がします。ちょっと固めのこういうテクスチャーなんですけど、ワックスみたいな感じですね。それを足の裏の硬い部分、私はよくヒール履くので、この足のここの部分と、あとかかとですねに塗り込むと結構柔らかくなってきたなと思ってます。ちょっと一つ質問っていうか相談なんですけど、この足の裏のケアした時って何か履きますか？私すぐ歩きたいんだけど、そうすると床にベタ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 クリームがついちゃってどうしようもなくなるんですけど、何かこうカバーするものが売ってるのかどうかというところをね、すごく今知りたくて、まあもし知ってる人がいたらぜひコメント欄で教えてください。そんな感じで、これはね本当に足の裏が柔らかくなって、角質もちょっとやわやわやわってなる感じで、すごく好きでした。ということでですね、まあ引き続きこれは使い続けていこうかなと思います。次はバスグッズです。こちら、じゃじゃーん、お塩のお風呂汗かきエステ気分っていうやつで、リラックスハーブの香りを購入しました。これは本当にいい香り。リラックスハーブっていう名前がすごくぴったりな香りかなと思います。あ、いい香り。出してみるとね、こんな感じで、このスプーンすり切り2杯分が1回分のお風呂の入浴剤になります。こんな感じでね、グリーンっぽい青っぽい感じで、すごくねその色も癒されるなと思います。でね、この名前が汗かきエステって書いてあるんですけど、実際に汗をかくかって言われたら、あんまりそこは感じておりませんなんですけど、それよりもねこの香りの良さが勝ってですね、毎日使いたくなるような入浴剤でございます。でここに書いてあるんだけど、まあ、切れちゃって見えないんだけど、アットコスメ1位もね取ってるみたいですね。ということで今後これがなくなるまで使っていきたいかなと思います。これもね、いろいろな種類が出ているので、他の香りもぜひ試してみたいなと思います。そしてここからがメイクアップ製品になります。まずはじめにこちらです。じゃじゃん、シュウエムラと渡辺直美さんがコラボしたこのこちらのチークがすごく好きですね。ミディアムアンバーというカラーなんですけど、実際に今日もつけています。ここら辺かな、ちょっと見にくいですね。
オレンジブラウンみたいなそんな感じのカラーなんですけど、すごく肌なじみがよくって、ブラウンが強すぎないのですごくおしゃれなね感じの顔になるなと思います。でこれの詳しいことはですね別途動画を出しているのでそちらを見ていただければと思います。下にねリンク貼っておくのでコスメ気になる人はぜひチェックしてみてください。これマジでこの質もやっぱりすごくいいですね。おしゃれ顔になるのでおすすめです。そして次がアイシャドウです。こちらです。エスプリークのセレクトアイカラーの BR302 番というカラーで、このセレクトアイカラー以前からすごく人気ですよね。人気なんですけど、これがさらにパワーアップというかリニューアルしたみたいで、そちらをお気に入りに入れたいと思います。こんな感じでねすごく使いやすいカラーなんですけど、輝きが本当にね夕方まで保つ、こんな感じです。じゃじゃーん、あー綺麗で、すごく使いやすくて、このキラキラが夕方までしっかりキラキラしてくすまないっていうところもすごく気に入ってます。あとねこのカラーは何がいいかって、一色でしかも指でファッと塗るだけでちゃんとメイクした感が出るっていうのもすごく気に入ってて、時短になるし大好きです。わかるかな、こんな感じでね伸ばしてみると濡れたような感じの発色になります。あーかわいい、本当に最近いろんなコスメブランドからこういうシングルのアイシャドウが出てると思うんですけど、エスプリークちょっと高めというかドラッグストアに置いているけど少し高めの価格帯じゃないですか。の割にはね800円という安さ、質の良さ、素晴らしい、コスパ最強だと思います。そして次はリップ2つご紹介していきます。次のリップはまたねこちらですね、じゃじゃん、シュウエムラと渡辺直美さんコラボのリップです。ベージュ系のカラーなんですけど、こんな感じね。で詳しくは唇にのせた感じはぜひ動画を見ていただきたいんですが、すっごくね合わせやすいベージュなの。私の肌トーンを見てもらったらわかると思うんですけど、ちょっと暗めですね。いつもファンデーションは標準色よりもワントーン暗めか、まあギリ標準色かなっていう感じなんですけど、そういった私でもこのベージュはですね白浮きしないんですよ。こんな感じのカラー可愛くないですか。めちゃくちゃ可愛い、ピンクっぽい感じですごく滑らかに描けます。なんだけどマットっぽい質感で、なんていうのかな、すごくとりあえず使いやすい伝われ、マジで伝われ、本当にこれはね本当買ってよかったなと思います。最近特にねベージュ系のリップすごくハマっているので、どん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 ベージュ系リップ試していきたいなと思います。早くも次です、最後になります。もうねこう無理やりこうお気に入りにしたくないので、ちょっと今回もですね商品数はすごく少ないんですけど、こちらをご紹介させてください。じゃじゃん、こちらです。 NYX のソフトマットリップクリームの SMLC32 番っていうカラー で、こういった感じでねリキッドのタイプのちょっとマットなリップカラーになります。実際に手にのせてみるとこんな感じです。もう汚っこっちのカラーですね、なんかブラウンとベージュとピンクがうまく混ざったようなカラーで、実際に今もつけています。ちょっとアップにして見てみましょう。はい、こんな感じです。このようにですねマットな質感になるんですけど、縦じわもねすごく目立ちにくいかなと思います。こんな感じで、これにね上からグロス重ねてもいいですし、何よりもすごくフィット感があるので気に入ってますね。この絶妙な色合いもすごく好きで、こうつけてみると唇の色よりもちょっと濃いかなぐらいなんですけど、ちゃんと存在感もあるし、おしゃれなカラーですし、何よりもねレディーな感じ、大人っぽい女性のような感じ、全然違うんだけどそういう風に見えるんじゃないかと思わせてくれるようなリップカラーですねもう何言ってるか分かりますか。もう本当にとりあえずお気に入りっていうことです。はいはい、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもね参考になったらとってもとってもとっても嬉しいです。ということで今回の7月のベストコスメっていうのかな、お気に入りコスメご紹介いたしました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバイ。こうバイバイするとね二の腕揺れるのやばくない